こんにちは。第二種電気主人技術者の平です。今回は、電験二種一次試験電力科目より、令和2年度から問3の短絡電流の抑制対策の問題を解説していきます。なお、今回の問題は、短絡電流の公式を扱うため、わからない方は説明欄の動画をご参考ください。最初に問題文を読み上げます。次の文章は、 電力系統の短絡電流に関する技術である文中の四角に当てはまる最も適切なものを回答具の中から選べ同期発電機の増加や送電線の新増設等により括弧1の増大や系統連携が密になることによって系統事故発生時の短絡電流が大きくなる短絡電流の増加により送片電気機器の損傷増大や 周辺通信線へのカッコ2が考えられるため以下のような短絡電流抑制対策を施す必要がある。半カッコ A 現在採用されている電圧より上位の電圧の系統を作り季節系統を分離する半カッコ B 発電機や変圧機のカッコ3を大きくする半カッコ C 送電線や母線管にカッコ4を設置する。半ンカ D、系統管を直流設備で連携する。半ンカ E、変電所のカッコ5運用を行う。では、カッ1を解いていきます。問題文の下線より、同期発電機の増加や送電線の新増設等により、ある量の増大や 系統連携が密になることによって、系統事故発生時の短絡電流が大きくなります。括弧1では、このあるようを答える問題で、回答候補は回答群の緑の河川です。この答えは、系統容量です。まず、系統容量とは、電力系統の規模を示すもので、その電力系統に 並列されている発電機の発電端電力の合計と同値で、また、発電端電力とは発電所の発電機端子での発生電力のため、同期発電機の増加により、系統容量,量が増大します。では次に、系統容量,量が増加すると、短絡電流が大きくなる理由について説明をします。 まず1つの発電機がある負荷に接続しているときの線路のパーセントインピーダンスが %z1 ドットである場合の電力系統を1とし2つの発電機がある負荷に接続しているときのそれぞれのパーセントインピーダンスが %z1 ドット、%z2 ドットである場合の電力系統を2とします。このとき、 系統容量は2の方が大きくなりまた2の線路のインピーダンスは系統の基準電圧と基準電圧が同じであるならば並列接続とみなせるため合成パーセントインピーダンスはこのようになりますここで短絡電流の公式は i s a ペアイコール %Z ドット分の IN×100 でありパーセントインピーダンスが小さいほど短絡電流は大きいため系統容量の大きい2の電力系統の方が短絡電流は大きくなります。また問題文の緑の河川の送電線の心臓節等により短絡電流が大きくなる理由は並列接続の数が大きくなり パーーセンントイピダ以上が括弧1の説明です。次に括弧2を解いていきます。問題文の青の下線より、短絡電流の増加により、周辺通信線へ影響を与える現象を答える問題で、回答候補は回答群の青の下線です。この答えは、電磁誘導障害です。 まず、電磁誘導とは、右下の図のように、電力線に1センチ電流が流れたとき、電力線と通信線との間の相互インダクタンスにより、通信線に誘導電圧が生じる現象で、これにより通信障害が生じます。ここで、短絡電流が大きい場合、電力線の線路のインピーダンスは小さいため、 一線地落事故により生じる一線地落電流が大きくなる傾向にあることから、電磁誘導の影響が大きくなります。以上が括弧2の説明です。補足として、他の選択肢の静電誘導は、電力線と通信線との間の静電容量を呼び、 通信線と大地との静電容量により電圧が生じる現象を指します。以上が補足の説明です。次に括弧3を解いていきます。問題文の下線より、短絡、電流、抑制対策のうち、発電機や変圧器のある用を大きくする対策を答える問題で、回答候補は回答群の緑の下線です。 この答えはインピーダンスで短絡電流の式から発電機や変圧器のインピーダンスを大きくすることで短絡電流を小さくすることができます。補足として解凍候補の系統完成定数と似た用語に単位完成定数がありこれは発電機の運動方程式等で使用されるようで 発電機の完成モーメントを J、角速度の基準量をオメガ N、発電機の定格量量を PB と置くと、M イコール PB 分の J オメガ N2 乗と定義されます。以上がカッコ3の説明です。次にカッコ4を解いていきます。問題文の青の下線より、送電線や母線管に設置する設備で、 回答候補は回答群の青の河川です。この答えは、源流リアクトルです。では、源流リアクトルを設置することで、短絡電流が減少する理由を説明します。まず、図のような送電線の回路において、送電線のリアクタンスが JX1 であるとき、送電線に源流リアクトル、 JX2 を直列に挿入することで、送電線のリアクタンスが大きくなるため、短絡電流が減少します。なお、他の回答候補の直列コンデンサーは、リアクタンスが -JX のため、直列に挿入した場合、リアクタンスを減少させるため、短絡電流が大きくなります。以上が括弧4の説明です。 最後に過去語を解いていきます。問題文の黄色の下線より変電所で行う運用を答える問題で、回答候補は回答群の黄色の下線です。この答えは母線分離です。では、変電所の母線分離について、図のような送電線路を例にして説明をします。まず、母線併用の場合は、 図の高母線と持つ母線は接続されるためすべての遮断器 CB が平路状態にあります。一方母線分離運用の場合例として遮断器 CB457 を開放すると図のようになり電源から負荷への電力の供給は回線1および回線3のみを経由します。 ここで、回線1と回線3の線路のパーセントインピーダンスを %z1 ドット、回線2と回線4の線路のパーセントインピーダンスを %z2 ドットと置きます。そうすると、5000平洋の場合の負荷から見たインピーダンスは、並列接続のため、%z1 ドットプラス、 %z2 ドット分の %z1 ドット,ト、%z2 ドットとなり、母線分離の場合の負荷から見たパーセントインピーダンスは %z1 ドットで、母線分離有用の方がパーセントインピーダンスが大きくなることから、短絡電流を小さくすることができます。なお、他の回答候補の副母線は、 図のように母船が2本ある決戦方式で通常は交通母船で別々の負荷を取り仮に片方の母船で事故があってももう片方の母船でバックアップし停電を防ぐことが可能です以上が過去後の説明です補足として問題文について説明をします問題文の紫の河川より 現在採用されている電圧より上位の電圧の系統を作り、季節系統を分割する短絡電流抑制対策があり、これは電圧が高くなることで電流を抑えることができ、また系統を分割することでパーセントインピーダンスを大きくすることが可能です。次に、問題文の茶色の下線より、 系統間を直流設備で連携する短絡電流抑制対策があり、これは直流設備で連携する場合、こういう系統同士は、高直変換器を介して接続されるため、短絡電流の増加がないことから、短絡電流抑制対策として有効です。以上が補足の説明です。以上が今回の問題の説明です。このチャンネルでは、 電検二種・電検一種の過去問の解説、公式の動出などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS をしていただけると幸いです。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。